中国版馬娘で馬耳が削除されたと話題になっていたコラ画像に対するみんなの反応。中国版馬娘、馬耳と帽子削除で配信再開手間？これか？北ちゃんゲロ可愛いな。そしてスペちゃんの虚無感エグチ。スペちゃんも V。くさ、馬耳って着脱可能なんか。馬娘のキャラって耳あるの前提のデザインしてるから、耳なくなると微妙なんだよな。そもそも耳なくなる状況が想定されてないが。もしかして中国って狐耳も NG？ のじゃろ狐娘がいない世界とか、もう考えられないわ。そうだから最近は中間のメーカーが日本でリリースするケースが多い。擬人化がアウトらしい。スターレイルに狐耳キャラいるし、オリキャラなら良いんじゃね？アズレンにケモ耳キャラいたような。国産はいいんだろうな。外国産は規制してるんじゃね。 FGO もイラストや名前なーふくらってたし。馬耳ないダイヤちゃん。馬耳の何があかんねん。そのうち熊の擬人化したやつが来るのを恐れてるんじゃないか。馬耳ないとかもはや馬娘じゃないし、名前も変えるのかな。ミホバーボンシバ、ミホバーボンアリスデジタルにしば、カレンちゃん自演やめて。馬娘の中国の名前ほんまひどいな。うカレンちゃん笑う。ヨルダン東海岸好き。マンハッタンからマンチェスターに移籍したカフェ好き。マジかよ。予想以上に破壊力あるな。なんでここまで無理して中国でやるんだ？アイデンティティ壊してまで進出する必要あったのか？すでに配信してるからだよ。あっちで運営やってるビリビリも力入れてるし。なんだ？これコラか何かなのか？まあさすがにこれはないよな。う日本も競馬も関係ない上に見た目がこれだと、こいつらはなんで競争してるんだって話になるよな。そもそも中国擬人化アウトじゃないぞ。むしろ獣の耳やつの生やすことで人間以下って扱いに対外的にすることで、船の擬人化とかで日本モチーフキャラ出してたやろ。もう耳を絞って怒るシーンもなければ、尻尾がピンと張るくらい驚くシーンもなくなるんやなって。この人耳なし馬娘が当局に提出したもので、実際は耳ありの馬娘を配信して規制されたって、一部のアンチが言ってたんだよな。まあそんなことしても配信したらすぐバレるから、誰も信じてなかったがう。それあっちのアンチが言ってることな。それで嘘ついて申請通って耳ありのままだったから、すぐバレるから意味ないだろと誰も信じてない。結局人娘なのは事実なのか？配信されてるものは馬娘のまま、あっちのアンチが出所不明の耳なし娘の画像を出して、当局に提出したものと騒いでたらしい。配信停止が原因が不明だからいろんな噂が飛んでる。そもそもあっちでも賭け事あるし香港競馬もあるし。耳がないと全然特徴がないな。耳と尻尾ありきのデザインだったか。頭ツルツルで草、ヘルメットでも被ってるのか？馬要素なくしたらただの陸上じゃん。単にと競争するだけのゲームって扱いになるんか。かけっこ娘。ライスの帽子くらい残してもええやろ。人間がかけっこするゲームなんか。日本の競馬の馬なんて中国人興味ないやろ。耳取っただけやなくて、髪の色とかも変えてるし偽物感すごいな。違和感半端ないでも、ダイワスカーレットなら違和感ないかも？違和感ある方が少ないかも？キャラによって違和感にかなり差があるな。髪型がふわっとしてるキャラは基本大丈夫っぽい。耳ないと黒髪や茶髪のやつは、なんかモブキャラに見えるな。馬耳と謎の耳当てないゴルシの覇気のなさよ。どいつもこいつも髪ぺたんこで草。ただの陸上競技やん。耳はともかく、なんで流星まで消すんや、飯くらいええやろ。まあコラなんだけど、今の中国なら謎規制でやりかねない気がしてしまうな。香港に競馬場があるからまあ一応馴染みはあるんじゃないか？なんなら香港カップは最近かなり盛り上がってるみたいだし。慣れてて馬耳があることに違和感なかったが、馬耳があっても気にしないのは日本だけ、ということを表す出来事ですね。ライアンいけるやん。モブ娘。香港競馬は繁殖考えてないから、外から買ってきて戦馬にして走らせてるしな。女を争わせてニヤニヤする金持ちの遊び。ミークの違和感のなさよ。帽子持ちは帽子すらなくしてるのが手落ちすぎる。初手スペのモブ感がやばい。
流星と耳が消えるし、ついでに装飾品も消えてるからすげーのっぺりする。髪の毛の主張の強いキャラは耳がなくても違和感ないな、スペスズ帝王のつまらなさときたら。このヘリオスおとなしそう。ケンタウロスみたいにしちゃダメかね？最初にアニメを見る前にウマ娘って聞いた時に、そんなキャラなんだろうと思ったけど、見たら違ったんだ。これじゃウマ耳娘だろ？って感じたから、まあパクリだから、面倒なことはやらんのでしょうね。アイネスとかサンバイザーまで奪い取る必要ないだろ。キタちゃん耳があってもなくても可愛い。耳がないとマジでモブすぎて笑えるわ。なんか当て耳してる設定でも追加して、ビジュアルなんとかするのが先だろう。この画像自体はこら、ただし現地の中国人からは、当局への申請と違うのではないか？説が最有力。とにかく公式が何も言わないのから全て憶測の域を。でない、獣耳自体はブル赤が許認可されているので、引っかかるなら擬人化の方。21年の規制強化後の擬人化芸は厳しい審査がある模様。問題なかったはずのアンドロイド版も後からダウンロード封鎖して、ビリビリ動画から一斉に広告が撤去された時点で、システム的な問題じゃないのは明白。確実に当局の指摘だろうとは思ってた。その当局への申請したもの説は、向こうでさすがに誰も信じてない。だってすぐバレるから。中国当局への申請と違う内容を提出した前例は、テンセントが配信予定だったモンハンワールドがある。これは1週間で配信停止して、中国から撤退させられた。CS ゲーだから今更修正が効かなかったんだろうが、ウマ娘はデータ更新でなんとか人娘にすることはできそう。擬人化ダメなの？カンコレのパクリゲーが2022年で作るのを禁止されたり、マジで最近厳しい。中国ってゲーム規制終わったんじゃないの？とんでもないことになってるじゃん。というか創作でいろいろ自由にやれてるのって、日本と韓国ぐらいじゃないの今は。どう見てもコラでしょ、獣がダメとかありえないし。ダウンロードは停止されたのにアプリは普通に動いてて、イベントも普通にやってると9月17日時点では書いてるな。新しいタイトルで獣系全般がもう出せないって聞いたけど、ソースはないからわからん。確かこれ審査の時耳と尻尾消して提出して、リリース時戻したから配信停止くらったんじゃねえの、という説から生まれたコラだったような、それはそれとして、モンハンワールド即左襲した理由になった、審査時とリリース時でバージョン違うを中国版ウマ娘もやらかしたんじゃないか、中国版運営するビリビリならやらかしかねんとか言われてる。配信再開ってもう再開してんの？調べても出てこないんだけど、この画像で再開模索してるってことか？この画像はコラ画像で再開は不明。俺こっちの方がいい？ちょっと中国に行ってくる。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。